こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきます。今回は、イベントがありました。そのイベントを。イベントがなければ通常クエストを、進めていきたいと思います。ちなみにですね、特別イベントはこの通り、スティーで2号店オープン。ブレンドエースですね、を。キララジオ。なるほど。キララジオなのか。キララジオだと思った。MC は、ソニーの新しい新星、くすのき、ともりさんですね。今、アニマエールっていう、チアガールをベースにしているアニメで、主演じゃない。主演は、サーバルちゃんの尾崎ゆかだから、メインの、チアリーダーの中のこの一人を声をやっている、楠木ともりです。ヒット作が欲しいですよね。というわけで、イベント復興スティーレ2号店オープンっていうのがありますんで、これが24日まで、本日21日なので、こちらをできる限り進めていきたいと思います。なんか、いただきましたね。砂糖。砂糖いくの。おや？どうしたんだろう？なんかあるのかな？レベルアップしましょう。いい武器は確保したいんですけどね。トレーニングですね。で、ここはトレーニングせずに、いいキャラクターをクエストに投入したいと思います。で、このようにプレゼントを確保して、ちょっと武器屋さんに行ってパワーアップしていきましょう。武器性能って大事ですからね。とにかくなかなか進化とか強化ができない以上、武器の作成強化は非常に大事です。アルケミストか。この辺までアップしましょう。これもそうですね、アップですね。これもアルケミストなんだ。アルケミスト多いよな。グレートソード。魔法使い。これはフルに行きたいですね。こういう時に大成功しないか。作戦もできるんだよな。星4以上は絶対必須ですね。星5があればいいんだけどな。マスタークリスタル。わからん。作ってみようか。ナイト、アルケミスト。星3武器がいらないわけじゃないんですよね。ここ大事なのは。星3武器は1つ持ってんのか。じゃあこの辺を売却しましょう。レア度高い人がいたらまだコストが足りなくなっちゃうんですよね。で、これでクエスト行きましょう。メインクエストスタミナ2分の1も美味しいけどな。予備クエストはやろうか。まあもっともこれ中級しか意味がないんだよな。すごいド S ですね。フレンド S。さあ、ということは、これはですね、月の属性を、開かなければいません。この辺りかな、やっぱりキルミーコンビですね、大事なのは。花山田か。行きましょう。どうしよっかな。これ行きましょう。九条カレン。おや？晴天を放り出したランプが。いけない遊び、なんだろう。そうだね、おや？あれは男かな？変だね。ライネさん。お帰りなさいって言われたい。あらー、クレーメイト。これ結構危ないですね。ファスナーをいや、おかしいですね、この時点で。お、ド S ですね。豚なのに人間の料理を食べるのですね、驚きです。ないよ。二度といらっしゃらないでくださいね。あれ、なんかセリフと違う。ホスト狂いじゃん、これ。トグルイみたいなもん。いいですね。ド M ですね。なるほど。嬉しいわ。ライネさんも。元いた世界ブレンド S の喫茶店ですね。ツンデレなのか、これ。ただを、ド S 営業なんじゃ。やばいな、ランプ。もう借金地獄なんだろうな。金巻き上げられてそう。回転率を上げないと。あ、店舗拡張ですね。うん、ド S でやらないと。スティーレ。2号店。やっぱり。危なすぎる。さあ、バトルシーンです。これは楽勝でしょう。何もする必要はない。まあ、使いますけどね、一度。彼も。はい、倒した。じゃあ、チェンジしましょう。チェンジです。チェンジです。おお、すごい。1万超えるんだ。はい、簡単に。まあ、この、最初は簡単に倒せますよね。当然としか言いようがない。このコイン何に使うんだろうな。使い道がないよな。まあ、室内の拡張とかなんですけど、あんまりメリットを感じない。すごいな、この構造。すごいな、このド S。で、晴天でスティーリがあるんだ。キララ晴天。お店の営業設定なのか、ド S は。いいですね。さあ、カホっていうんだか、ナツホっていうんだろうか。まあ、パートナーはない。最高のパートナーを考えるってことですね。悩むよね。これで多分これやると、そう、コストがオーバーしちゃうんですよね。なので仕方なくこっちを装備させてんだけど、これでもオーバーすんのか。あ、彼女もそうなんだ。これでギリギリ超えない程度になった。そして、土属性の5ですね。本田玉木。ランクを考えたらこれですかね。行きましょう。おっと、あ、どうすんだ。ですよ。あ、新しくできたお店を探しているクリエメイトが接客をしていて評判のクリエメイトっていうのはキララキャラクターってことですかね。ブレンド S みたいに。問題ない。問題外がやっぱり、長戸ゆきに聞こえるような。意外な感じですね。照れてますね。わかる。まあ、喫茶店ですからね、スティーレは。お、取ってつけた、ツンデレか。あれ落ちた？いや、そんなわけないだろう。やばい。さすが中の人がランプの同期だけあるな。いや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 、おかしいだろ、それ。おかしい。ん？何でも聞くって。お、コルクってこんな性格だったっけ？よかった。これで、夏穂、カホだと思うんだけどな。ブレンド S 見てないからな。ゼアーがいいですね。と、コルクがつながりましたね。ゼアーがいいですね。協力。さあ、たまきを、使いましょう。こっちか。たまきはどうなんだろう。すごいですね、たまき。さあ、これでレベルが上がった。超フレンド申請は送る。石をもらった。石の数ってどうなんでしょうね。今170か。じゃあまだですね。よかった。うんうん、そうですね。結構幅広い知識を持っているのがコルクです。あ、そうか。まだこの人パートナー決まってないんだ。この人はブレンド S の人ですからね。かわいいな。いいんじゃない？お、ポルカまで。なんか落ちそう。いいね。おや？不穏。お、男が怒ってます。おっと？俺。こんな落ちるんかな。よかった。なぜか解決してしまった。やばい、あざとすぎる。やっぱり態度が顔に出てるのかも。態度と声と喋り方に出てんのかもしれない。古川。あまりにも突っ張りすぎてるとこがあるんじゃないかな。うん。そうだね。ツンデレなんだな、お客さんが。姉さん落ちたな。え、年上なんだ彼女、ポルカより。妹に見える。タップするとなんか。さて、この子がまだないってことはない。さあ、対決です。それはちょっとそうかな。でもそうでしたか。優しく市民に接すべきだってどうしても考えてしまいます。どうですか？なるほど。そうですね。あ。キャーがいいですね。ヤンデレになった。あれ？ブレンド S って4人じゃなかったっけ？なんか1人足りない。属性は関係ない方の店。張り切って。さあ、新メニューを開発競争ですね。太陽の属性に行きます。こうなってますね。で、太陽と月両方。この辺かな？一応フロントメンバーが対応できるようにしないといけないですからね。フロントメンバーにいい武器を持たせたいとこです。さあ、これでいきましょう。スネダスですね、これが。やはりキルミーの2人はそれなりにいいもの持ってんのかな。太陽の星5属性ですが、ランクが釣り合う人がいいよな。まあ今回友人を使いましょう。わかる。太りやすいというか。運動量が落ちるとそれは太りますね。え、そうだったんだ。若い頃冒険者だったんだ。意外と年齢いってんですね。ママ。そうなんだ。わかる。そうなんですよ。コルクとポルカは実はつながってるらしい。つながってるんです。OK、 行きましょう。さらにこのぐらいだったら別にいらないですね。さあ最後、チェンジです。単体のみか。ナーク集団魔法がいいんですけどね。すごいな。単体でカオス先生。4488はすごい。さあ、今度は食材を手に入れます。コーヒー。なるほど。おや？さあ、コーヒー豆を求めに行きます。今度は土ですね。土属性。さあ、特大ダメージ使えるんですよね。特大ほどではないけど特大だよな。何言ってんだか。きたー、仲良し度アップ。メリーがさあ、シナリオを見ましょう。すみません。はい。出る？そっちか。お化け嫌いなんでしょうかね。さあ、石を10個もらいました。これ245ですね。すごいですね。追加シナリオもあるんだ。追加シナリオを見ていきましょうか。コメントが違うんですよね。お姉さんなんだ。養豚場、ありがとうございます。しかしながら二度といらっしゃらないでくださいね。おや？そうでしょうか。さあ、日照りの推理も行ってみましょう。お、アイデアを思いついたか？思ったのだけで違う。ん？おや？さあ、これで下にリクエストに先に進めていきます。再度土ですが、このまま行きましょう。そろそろね、勝ちに行かないといけません。いいですね、みんな強くなってきました。こんな時にどうしたの？さっさと終わらせようぜ。単体ダメージか。この勝負もらった。お、いいですね。これで終わりにするわよ。なかなか。レベルアップです。カラスバル先生っていうのかな？さあ、見てみましょう。どうしたんだろう？どうしたんですか？そうなんですか？あら？癒す？で、なんかゆり感がゆり感というか、もっと危険な領域に達してるような。はい、ありがとう。これは呼べる力があるのかな、キララは。ある。さあ、続きいきましょう。コーヒーですね。いい坂ですね。おや？コーヒーの問屋さんみたいな感じですね。クレーンゲーム。悪魔の箱。大楽勝でした。破産ですね。いいね。十分。妥当。問題ない。やっちゃう？うわー！ド S。ドイツの領域にはまり込みましたね。さあ、続きです。さあ、今度はどうしてそうなの？なるほど。あれ？これはいけないです。待ってください。姉さんって言ってんだから。ちょっと失礼ですよね。さあ、まだスタミナが結構ありますね。月の属性ですね。月。さあ、これで行ってみましょう。おっと、初めて透明をさせなかった。いったた、いったたですね。ちょっと気をつけないと。さあ、カレン、キララジャンプを見せてくれ。来い。バレーボールか。いいですね。すごい。倒しました。使いますね、結構。ヤスナは。さらに先へ進みます。このまま行きましょう。ちょっとピーチですね。変えましょう。そして、いきます。すごい。無敵すぎる。ヤスナ。ここまでは本当にヤスナで助け合えてますね。14章まで進みました。おっと、背を高い。どうしてこんな余計なことを。これはもうねえ、まだ続きいけますね。大人スイーツ。お、なんかどうなんでしょう。東の大地。あ、なんか、危険な予感がする。スタミナ回復アイテム宙を手に入れましたね。これを使ってみますか。ただ、ね、ちょうどいい頃合いではあるんですよね。ということなので、あえて使わずに、やれることやっていきましょう。おっと、久代さんですね、多分。ノーマルクエスト第1章クリア、第2章です。チャレンジクエストなんつうのもありますね。どこまでやれるかやってみましょう。赤なので、青属性、水属性苦手なんですよね。なので、助けを得ましょう。さあ、これで行ってみましょう。あ、一応、助けを得られるんだ。まあ、とびきりの最強をちょっとやってみましょう。行ってきます。気をつけて。一発で倒してるやん。無理です。はい。すぐ跳ね返されます。うわあ、3体一気に全滅。さすがにこれは3体一挙やられると予備が残ってても全然ダメなんだ。何も交換できない。ちょっと総量あたりが足りないんで、交換、コーヒー前交換してみますか。あ、いや、そんなことなかったか。通常交換だな。召喚チケットセットって何？ああ、250で交換できんだ。ただチケットなんで10連はできないんですよね。これをどう見るか。なるほど、アイカを進化させんのか。持ってないからな。進化ってなんだろう、それに。何ができてもいろいろ条件がいりますからね。あ、限界突破だ。おっと、早速召喚チケット買ってみましょう。まあ、スタミナ回復台は使えますよね。まあ動画ちょっと長くなってんでこれで打ち切りますけど、召喚行ってみましょう。チケット今13枚あります。特別セレクション召喚なんてあるんですよね。まあ目的的にはこれ行ってみないとあかんよね。お、覚醒した。覚醒したけど星さんは美味しくないよね。10年と違ってめんどくさいんですよね。星4来た。音川澄。覚醒すると全体的な能力が上がるみたいです。覚醒ですね。かなり力が上がりますね。覚醒したら。覚醒大事ですね。もうブレンドエスト。こんな感じですね。トレーニング生かしましょう、最後に。川先生をトレーニングに行かせましょう。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。というわけで、前半になりますね。スティーレイのスティーレイ2号店オープンの前半のクエストをやっていきました。16節以降、次回は、やっていくんじゃないかなと思います。またですね、ギフトで、イベントのギフトですね、スタミナ回復台を、たくさん、10個手に入れましたので、そちらも有効活用しながらランクをアップしていきたいと思います。またよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。